Hi guys, this is Akihito. Usually I posted my video of special effect makeup demonstration and speed sculpting. I'd like to talk about Academy Award Best Makeup instead of the video today. The reason why I have selected that topic, that event is coming this weekend, February 9th. Usually, I use English to explain everything on the video, but today I want to use Japanese. It's gonna be a long video and easy for me to explain everything with my mind in Japanese. Let's talk about Academy Award Best Makeup in Japanese. Akihito です。はじめまして。今日はですね、ちょっと思考を変えて、いつもですね、僕の彫刻デモ、メイクアップデモのビデオをアップロードして楽しんでもらってるつもりなんですけども、今日は僕のスタジオですね、これ僕のスタジオの中の一角を使って、アカデミー賞ベストメイクアップ部門について話したいと思います。僕のこと知らない人がいると思うので、簡単に説明します。アメリカに来てもう17、8年経ちます。特殊メイク、彫刻家、色塗り、コンセプトデザイナーとして働いています。なのでアメリカの映画業界については皆さんより詳しい方です。僕のキャリアについて知りたい人は、昔のビデオモンスターパルゼットでメイクアップデモをしてます。後ろにもあるこのスタチューのメイクをやってますので、興味のある人はぜひ見てください。アメリカの方のキャリアですね、皆さんが知っているもので言うと、簡単に言うとナルニア国物語 1,2,3、 僕が一番思い出に残っているのはエイリアン vs プレデターのクイーンエイリアンのデザイン彫刻できたのは、僕にとってはすごく夢が叶った作品ですね。その他にはアリス・イン・ワンダーランド、パシフィック・リム、アイアンマン、ターミネーターは3と4にも参加してます。最近で言うとガーディアン・オブ・ギャラクシー、アベンジャーズ、デッドプールにも参加しました。アカデミー賞2月9日にありますよね。アカデミー賞全部のことを語ったとしても、僕は知らないことがいっぱいあるので、監督だったりカメラだったり、ストーリー、そういういろいろカテゴリーがあります。それについて全部語ったら話が長くなるので、今回は僕の分野である特殊メイクの話を踏まえて、いろんなことを伝えたいと思います。今回ベストメイクアップでノミネートされているのはボムシェル1917ですかね。あとマリフィセント、それとジョーカーですね。まずですね、アカデミーを受賞することがすごい大変なこと分かるんですけども、皆さんどれだけ大変かっていうのがよく分かってないと思います。去年2018年ですかね、カズさんの方が、アカデミーの方を受賞しました。それで皆さんすごいですねって言うんですけども、僕も、アカデミー賞を受賞したいです。これが本音ですね。一応目指してます。ただなかなかそうはいかないですね。なぜかというと、異国なので日本じゃないんですね。アカデミー賞を受賞する前に、まずアメリカで働くということがすごく難しいことを説明していきますね。話が長くなるので5つの項目について絞って話していきます。1つ目英語です。2つ目労働ビザ、3つ目アメリカでの生活、4つ目メイクアップユニオン、メイクアップ労働組合についてですね、5つ目最後に誰が受賞するかを予想していきたいと思います。第1ステップです。まずアメリカに来るんであれば英語は喋れた方がいいです。ただ喋れない人、落胆する必要はないです。僕、まるっきり喋れないで行きましたね。海外に行って、旅行してたので、アメリカにも何度か旅行してたので、英語は喋れてるつもりでいました。ただそれは、観光地で通じる英語ですね。観光地の人が日本人の名前とか分かっている状態なので、僕が喋れるというふうに勘違いした英語力。それで僕はアメリカに来ました。当然アメリカに来たら英語が喋れないことでかなり苦労しましたね。それでも今なんとか生活して生き残ってます。なので諦める必要はありません。ただアメリカが今魅力的かっていうと分からないので何とも言えないですけども、来たいと思うなら行動してみてください。僕がそれが言いたいことですね。2番目ですね。アメリカで働きたい場合は特にビザです。英語力必要です。英語力が必要なんですけども、英語力以上に必要なものが労働ビザです。これがないともうアメリカで働けないし、アメリカに長くいることができないですね。今はインターネットでいろいろ調べることができますよね。なので自分の学歴もしくは職歴、いろいろ合わせてどのビザが合ってるかぐらいはきちんと知っておいた方がいいです。それで自分でビザを取ろうというのはちょっと無理かもしれないですね。特にアメリカにいる場合はアメリカの労働ビザは弁護士さんに頼みます。なので弁護士さんを頼むお金も必要になってくるので、お金を貯めてきてください。お金も必要になってきます。
アメリカのビザを取るのに一番必要なのがスポンサーです。スポンサーというのは会社ですね。要するに僕を雇ってくれる会社です。従業員として雇います。お金をこんだけ月々払って雇いたいですっていう会社が必要になってきます。それをスポンサーと言います。スポンサーが必要なんですけども、スポンサーが受け入れてくれるためには何が必要かというと、僕らの場合は特殊メイクをする技能ですね、知識とか技能、そのレベルが高くないと雇ってくれないです。普通に学生上がりの下手な人を絶対アメリカ人が雇ってくれるほど甘くはないです。なのでもし特殊メイクでこちらで来たい場合、絶対的な特殊メイクの自信とクオリティがないと難しいと思います。実力や技術がなくても、ですね、人とお話をするスキルが高い人は結構雇われやすいです。なぜかというと、簡単に言うと会社としては使いやすい人ですね。実力はあるんですけども、それよりも人とお話をするのが大好き、そういうふうな感じで僕は使える人ですよっていうのがプロモーションできる人は結構雇われます。ビザについてはこれ他のビデオでもう一本作れるぐらい話ができるので、次回またビザについてはお話したいと思います。3番目、まずですね、ビザ英語が取れたとしてもアメリカに来ました、そしてアメリカの生活に馴染めるか馴染めないかっていうのは大きいと思います。それはその人の性格にもよるかな。僕の友人でアメリカに来たはグリーンカードを持って来たはいいんですけども、やっぱりアメリカ生活が馴染めなくて日本に帰った人もいます。もしくは長くこっちに住んでたんですけど、やっぱりアメリカのなんて言うんだろうな、白人気質というか外国人気質、アメリカ人の文化になれなくてやっぱり日本に帰りたいっていう人も多く見てきました。なのでアメリカになれるかどうかっていうのはその人次第なので、それも来てみないとわからないですよね。僕がアメリカで活動をずっと続けている理由が、まあ2、3ありますね。一つはですね、カリフォルニア天候がいいです。出かける時にすごく天気がいいですね。なのですごく気分がいいです。日本の梅雨はちょっと僕今耐えられないかもしれないですね。アメリカでずっと活動し続けている理由の一つが、まず何て言うんだろう、アート関係もしくはプロフェッショナルの方に対しての尊敬がすごく日本よりも大きいですね。僕が作ったこういう作品ですね、例えばこれを日本で発売したとしても売れないです。まあ、日本が狭くて大きいものは売れないという理由もあるんですけれども、作った人、これを評価してくれる人はこういうのが好きなオタクの人だったりコレクターは評価してくれます。ただ僕より年が上の人とかがすごいね、これを使ってプロジェクトを行おうとか、そういう感覚は薄いかなというのが僕の感覚ですね。ただアメリカもそこら辺は厳しいところあるんですけども、上の方、僕より年の上の人たちが、秋人すごい、これ君はすごいねという形ですごく褒めてくれます。なので活動しやすいです。日本から発信するよりもアメリカとかから発信した方が確実にいい、なんか僕のモチベーションが上がる感じですね。それで日本で一番になるよりもアメリカで一番になった方がその後の活動がしやすいかなというのが僕の感じです。それでは4つ目、メイクアップユニオン、組合ですね。メイクアップ組合について話したいと思います。これについて話すとどれだけアカデミー賞を受賞することが大変かっていうのがよくわかると思います。まずですね、メイクアップ、アメリカで特殊メイクもしくはビューティーメイクでもいいです。メイクをするのにはメイクアップユニオンに入らなければいけません。ユニオンに入ってないと撮影現場に行ってメイクをすることができないですね。要するに役者さんに触っちゃダメというルールがあります。ユニオンに入らないとこちらの対策はできないということですね。僕はメイクアップユニオンじゃありません。なので、現場に行くことができないんですね。ただ海外、アメリカ国内に関してはメイクアップユニオンに入らなきゃいけないんですけども、海外は関係ないので、僕はインドとか中国に行ってそういうメイクアップの仕事があればそちらを受けるようにしてます。メイクアップユニオンに、組合に入るためにはどうしたらいいか、これがまたハードルが高いんですね。ユニオンに参加している、まあ、映画ですね、映画のメイクアップとして60日間、それを2年連続で仕事しなきゃいけないということですね。60日間の撮影に参加してそれを2年連続、まずこれありえ、もう今となっては不可能な仕事ですね。昔の80年代90年代の特殊メイクもしくはビューティー CG があまり使われてない時に1年間のうちの60日間メイクの仕事しましたよ、それを2年連続しました、ユニオンに入れてくださいということを申請することができました。だけど今となってはそれが全部 CG に変わってます。ユニオンの傘下にある映画をの仕事をまず取ることができない。もしそういう仕事があったとしたら、ユニオンにすでにいる先輩の人たちがやっぱり自分の生活があるので、その人たちが先に取ってしまいます。なのでこれから入る人にとってはものすごく狭き門になっている状態です。僕はレガシーもしくは KNBADI という大きな工房で働いてました。そこでメイクマンとして認められないと現場に連れてってもらえないです。それで当然大きい工房は専属のメイクさんがいるので、その人たちを排除してメイクのポジションをつくっていうのがまず難しいんですね。なのでカズさんとかはそれがもうすでにできている状態で、僕とかよりもはるかに上のレベルにいると思います。
とにかく工房がこの人、このメイクアップユニオンのメンバーの人、もしくは、僕でもいいですね、秋人、お前はこのメイクをやるべきだっていうようなタイミング、そして条件が揃わない限り、なかなかそのメイクポジションはできないということですね。それでユニオンメンバーになりました。じゃあユニオンメンバーになるとどうするかというと、最初初年度50万ぐらいかな、入会費みたいなのを払います。そうすると月々、年会費がまあ少しあるんですけども、最初にガツンと払うと、それからメイクアップメンバーとして仕事ができます。じゃあメイクアップメンバーになると何がいいかというと、労働時間とお金の確保をしてくれています。例えば労働環境が悪いと、組合側がその制作会社に連絡をして、環境が悪いぞ、ちゃんと改善しなさい、それだと組合の人は働けませんということで勧告されます。組合に入ることによってお金がたくさんもらえるのと、労働時間がもうすごく、もう24時間ぶっ続けとかいうのはないです。僕日本でいろいろ働いてたんです。日本でも特殊メイクで働いてたんですけども、結構環境悪かったですね。アメリカもしくは僕インドでもメイクマンとして仕事したんですけども、まずちゃんとメイクアップトレーラーがあって、きちんとしたライトがあって、労働時間もまあ8時間もしくは長くても10時間ですね、そういうのは決められてます。日本の場合は僕が経験した中で一番ひどかったのは、ロケバスの中で、ロケバスの車のライトの下で特殊メイクをしたこともあります。メイクアップユニオンに入るとそういうのをちゃんと修正してくれるという面で、メイクアップ組合に入ることはすごくおすすめできます。じゃあメイクアップユニオンに入るといいかというと、メイクアップユニオンに入ったからといって仕事がもらえるかどうかは、それも時の運です。当然実力のある名前の売れてる人は、組合からこういう仕事があるよ、もしくは組合の人仲間内からこういう仕事があるよということで仕事がもらえるんですけども、そうでない時もあります。お金だけ払って仕事がもらえない若い人もいるというのも現状です。今まで話してきましたけども、まず英語で、ビザ、それからアメリカの生活、メイクアップユニオン、組合ですね、組合に入れたかどうかで、その上で映画の仕事をしていきます。それでノミネートされるかどうかの話ですね。なのでそれまでに随分というかハードルがいっぱいあるんですね。でそれを抜きにしてアカデミー賞を受賞しましたというと、皆さんはそこまでのヒストリー、苦労を知らないので、そこら辺を今まで説明してきました。今回アカデミー賞のベストメイクアップ部門は、ボンブシェルですね、日本名スキャンダル、あとは1917、戦争映画です。あともう一つジョーカー、マリフィセントで、4つの映画がノミネートされてます。今回その4つ、ノミネートされてるんですけども、この中に僕の知り合い2人います。その中の1人が、まあ、カズさんですね。2018年にアカデミー賞を受賞したので皆さん知ってると思います。もう1人、僕より少し若いんですけども、アリオンというメイクアップアーティストがマリフィセントをやってます。5つ目、それではですね、アカデミーベストメイクアップ部門、誰が受賞するか予想したいと思います。簡単ですね、アカデミー賞を受賞するのはカズさんですね。僕の予想です。理由はですね、アカデミー賞のメイクで受賞するためには映画が良くないと受賞しないかなとかいうのが今までの僕の経験の中であります。映画が良くないと、メイクがものすごくリアルですごいものができたとしても、映画がどうしようもないコメディだったらなかなか受賞できないですね。じゃあなぜボンブシェルのメイクが受賞するか僕が自信を持っているかというと、メイクのレベルですね。もうメイクと特殊メイクとわからないメイク、僕 Facebook 等でですね、写真が上がった時、僕は本当に実在する人、もしくはそっくりな人、こういう役者をただ単に使ったんだろうと思いました。特殊メイクして、シャリーズ・セロンがあのメイクの、ニュースキャスターになったっていうのは気づかなかったですね。それぐらいすごいですね。すごくナチュラルなので、どこのメイクをしたかまではわからないレベルです。今、どんだけすごいメイクをしても 4K というすごいクオリティの高い画像なので、特殊メイク CG でカバーしないものはほとんどないです、アメリカ映画で。なのでマリフィセント、こちらもいいメイクをしてるんですけども、 CG のカバーしている割合が多いと思うので、ボンブシェルの方が受賞する確率が高いです。他の戦争映画やジョーカーに関しては、そのメイクもすごいんですけども、他の業界の特殊メイクマンですね、その人たちもできるレベルだと僕は思うので、僕もその仕事を受けたとしたらこなせる映画だと思います。なのでそれに関しては、一応すごい仕事量とかそういうものはわからないんで別としても、その2つに関しては1917ですね、あとジョーカーに関しては撮影は大変だったと思うんですけども、それは除外、僕の中では除外です。じゃあマリフィセントとボンブシェルですね、どちらを選ぶかというと、マリフィセントは多分おそらくこのチークにメイクしてます。髪の毛も角の中に隠してたりとか、いろいろすごいとこあるんですけども、 CG の割合が高いかもしれないということで、おそらく僕の中ではボンブシェルの上かなと思います。でボンブシェルのやつも、日本名でスキャンダルっていうんですか、その映画に関しても CG を使ってないと僕は 100% 言えないですね。
メイクでエッジラインっていうのがあるんですけども、特殊メイクの人工皮膚と人間の皮膚の境目ですね、それがどうしても出てしまうんですけども、特殊メイクってお魚の刺身と一緒です。鮮度が最初切りたては鮮度が良くて美味しいんですけども、時間が経てばどんどん劣化していて美味しくなくなるのと一緒で、特殊メイクも出来上がりの時は一番抜群に直で見てもわからないぐらいのレベルです。ただ撮影がどんどん進んで顔を動かしたりとか汗をかいてきたりすると、エッジングラインといって境目が見えてしまうんですね。そういうのを全部 CG でカバーしてるはずです。技術がどうのこうのというよりも、どうしても出てしまう結果論として CG でカバーするっていうところがあります。僕がもしあの仕事を受けたとしたら、あれだけのレベルができるかっていうと自信はないです。僕の専門分野はこういうなんてこっちですね、キャラクターコンセプトデザインの方なので、ああいうリアリティなことに関しては知識はあるんですけども、あそこまでのレベルに達することはできてないのが現状ですね。なのでそれも踏まえて、和弘さん、僕たちはカズさんって言ってるんですけども、カズさんが受賞すると思います。将来的にですね、僕もねアカデミー賞なんかを受賞できるような立場になれば嬉しいなと思います。ああいう華やかな世界に一回自分を置いてみたいというのは憧れとしてあります。でそれに向かって頑張りたいと思います。それでアカデミー賞にノミネートされるまでですね、まずですね、英語、ビザ、生活、メイクアップユニオンに入れたとしても、それからね、一番大事なのは出会いだと思います。出会いが大切なんですけども、その出会いを生かすための実力を自分がそれまでに磨いてないと無駄になるということです。例えばカズさんの話で言うと、ゲイリー・オールドマンがカズさんのメイク力に惚れたわけですね。その実力があったから今があるわけです。なので彼の場合は自分の実力を生かせる 100% の努力をずっとしてきたということですね。それがすごく大事です。それでじゃあこのんだけ面倒くさい大変なので夢を諦めるっていうのは若い人にはしてほしくないなと思います。アメリカは今でも夢がある国だと僕は信じているので、もしこれからアメリカに渡米してメイクマンになりたい、映画に参加したいという人は、言葉喋れなくてもぜひ行動を起こしてみてください。まず行動を起こすことが重要です。それで一言言いたいのが、日本人はすごく真面目なんで、アメリカにそういうふうに一旗あげて、僕は有名人になるんだ、そういうアカデミー賞を取るんだ、こういうことでアメリカで成功するんだっていうことを歌って日本を出たら失敗したら恥ずかしいみたいな国民感情があると思うんですけど、関係ないですよね。アメリカに来てそれを肌で感じて失敗したらそれでいいじゃないですか。失敗してもそれはいい経験なので、それを持って日本に帰ってまた日本で起業する、もしくは日本でメイクの仕事をするっていうのもいいと思います。とにかくチャレンジしてくれたら嬉しいと思います。今回、ビデオを見てくれた方ありがとうございます。他にも僕は、まあ、こういう喋りは普通あまりやらないんですけども、僕の作品どうやって作っているか、こっちですね、こういうのどうやって作っているか、あとはですねメイクアップデモンストレーションです、どういう風に特殊メイクをやっているか、あと僕得意なのがスピードスカルプティングといって即興粘土彫刻ですね。現場で、見ている人にお題をもらって、それをその場で2時間ぐらい作るというのを得意としているんですけども、そういう映像を載せてます。ぜひともですね、そちらのビデオを見ていただいて登録してもらって通知ボタンまで押してくれると嬉しいです。そしてまた今度時間があるときにビザのこととかアカデミー、組合ですね、組合のことについて語れたら嬉しいと思います。それではまたねー。